クロを倒したルフィたちはカヤの計らいで海賊船ゴーイングメリー号を手に入れた。勇敢な海の戦士を目指すウソップも加わり、麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航する。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故で店を壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに1年間の雑用を命じられてしまう。ゼフの正体はかつてコックにして海賊船の船長を務め、凄まじい蹴り技から赤足のゼフと恐れられた男だった。そのゼフの下で副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海兵でも容赦しないが、空腹の者には海賊でも食事を与えるという風変わりな若者であった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。そんな折レストランに一人の海賊が現れる。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いる男、ドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえねえか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ、この船をもらう。守り抜くぞ、この船は俺たちのレストランだ。なんだ、何が起きた。ドンクリーク、温泉は切られました。切られた、切られただと。そんなバカな話があるか。まさかあれが。なんで俺たちを狙う。暇つぶし。
ふざけやがって野郎ども、奴に構うな。さっさと会場レストランを乗っ取れ。本当に戦闘が始まっちまった。とにかくこの店を守らねえとな。おっさん、あいつら追い払ったら俺夏をやめていいか。いいぞ、店を壊したことは帳消しにしてやる。本当にそれができればな。まずは目の前の子供を片付けねえとな。たかがコックと侮るやつは端から下ろしてやるよ。コックは手が命、戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。かかってくるやつは残らずこの足で仕留めてやるよ。制圧しねえか。続け野郎どもは。相手はたかがチンピラみてえなコックどもだ。なめてかかって釣りが来る。あの船を乗っ取り、俺は再びグランドラインを目指す。ワンピースをつかみ、この大海賊時代の頂点に立つのだ。ちょっと待て、海賊王になるのはこの俺だ。何か言ったか小僧、遊びじゃねえんだぞ。当たり前だ。そんそん、店はクソジジイの宝だ。絶対に渡さねえ。 よし、こっちは俺に任せろ。さあ小僧、行ってみろ。てめえと俺とどっちが海賊王の器だ。ほら、お前無理。そんそん、そんそん、俺を怒らせて生き残れると思うな。そんそん、客に飯を食わせてやるのがコックだ。だが店をくれてやる筋合いはねえな。貴様は赤足のゼフ。お前があのコックにして船長を務めた無類の海賊、生きていたのか。蹴り技の達人と言われていたが、噂に聞いた海難事故で死には至らずとも、その大切な足を失ったと見える。お前はかつてグランドラインに入り無傷で帰った男。その期間丸一年を記録した航海日誌を俺によこせ。力は十分にあった。ただ一つ足りなかったのは情報。航海日誌はもらう、この船も。覚悟しておけ。俺が目指すのは世界一の剣。それまで負けるわけにはいかねえんだよ。あいつらとは
短い付き合いだったけど楽しかったな。させてもらおう。
しくあがいてみようじゃねえか。こんなバカなことがあるか。こんなに遠いはずはねえ。つけだちすまねえな。なんと凶暴な剣か。三刀流。行儀は悪いな、アンチマン。その程度の力、俺には通じん。なんだ、全く聞いてねえのか。あいつが艦隊をたった一人で潰した男か。普通の人間と変わらねえぞ。特別な武器を持ってるわけでもなさそうだ。武器なら持ってるじゃねえか。あんな優しい剣は見たことがねえ。そんな、まさか。じゃあ、あの刀一本で大反戦をぶった切ったとでも。鷹の目の男は俺が目指す世界一の大剣豪。奴に会い、奴を倒すために俺は海に出た。よっと。哀れなり、弱き者よ。小僧、名乗ってみよ。ヨロノアキゾロ。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ。ストリュー奥義三千世界。負けた。叶わねえ。これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。安心しろ、あの男はまだ生かしてある。ゾロ。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。己を知り、世界を知り、強くなれ、ロルノア。俺は先、幾年月でも、この最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さして、この剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ、ロルノア。させたかよ。俺が世界一の剣豪くらいになられたらお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けねえだろ。あいつに勝って大剣豪になる日まで
絶対よ、俺は負けねえ。もっとやるか海賊王。シッ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 、ない。いいチームだ。また会いたいもんだ、お前たちと。もう十分に楽しんだ。俺は帰って寝るとする。大したことはねえ。野郎ども、気にせず船を乗っ取れ。はっはっ、よっと、バラゴムの。潮時かな。お宝と船をもらって退散しよっと。いい奴らだったな。今度会ったらまた仲間に入れてくれるかな。また会えるかな。早く自由になりたいよ、ベルメールさ。Thank you.
勇敢なる海の戦士、ここで逃げるわけにはいかねえんだ。おいちょっと、頭にねえ貴様は猿同然。すげえ、猿を舐めると引っかくぞ。よっしゃっと、よっしゃっと、よっしゃっと、強い弱いは結果が決めるのさ。だが正直に相手をしてやる必要もない。会場レストランを奪え。させねえよ。何か仕掛けてくる気、その前に潰してやる。サンジ、お前なんでそんなにこの店を守りてんだ。俺はクソジジイから何もかも取り上げちまった男だ。力も夢も取り上げた。客船のコック見習いだった頃、まだ海賊だったジジイに俺は命を救われた。ジジイは俺が同じ夢を持ってたってだけの理由で、てめえの足と引き換えに俺を生かしてくれたんだ。たかがガキ一匹生かすためだけにでけえ代償を払ったクソ野郎だ。俺だって死ぬくれえのことしねえとクソジジイに恩返しできねえんだよ。死ぬことは恩返しじゃねえぞ。そんなつもりで助けてくれたんじゃねえ。生かしてもらって死ぬなんて弱えやつのやることだ。お前、に逆らった時点で死ぬことは決まってたんだ。猿でも学習能力があると聞いた。二度も突っ込んでくるとはそれ以下だな。それは勝利のみを目的とした戦い。手段は何だって構わねえ。行儀は悪いな、アンチマン。カモン、どこまで逃げ切れるか見ものだな。よっ。
う気あんのか。そんなものは必要ねえさ。戦闘にいるものは殺す手段、それだけだ。全身の自由を奪う猛毒よ。みてえだな。ドンクリーク、まさか。やべえ、俺たちごと攻撃する気だ。猛毒ガス弾 MH5。 うわー、巻き添え食って死ぬような間抜けは今後役に立つあてもねえ。あいつ俺がぶっ飛ばしてやる。バカ、落ち着け。真正面から飛び込めばあいつの思うツボだろ。死ぬぞ。死なねえよ。あ、どうなったんだ。来るぞ。巻き込まれる前に逃げろ。お前は俺がぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムの射出。行儀は悪いな、アンチマナー。ガノン。バカが、逆上したやつほど殺しやすい敵はいねえ。ここがてめえの墓場だ。ここは俺の死に場所じゃねえ。ここがてめえの死に場所じゃなけりゃ一体誰の死に場所だ。お前のだよ。誰も俺に逆らうな。勝負の果てに笑うのは常に俺だと決まってる。
こそ終わりだ。あいつらは？帰った。お前のおかげだ。そうか。ところでお前。俺は行かねえぞ。海賊にはならねえ。まだ時期じゃねえんだよ。ところでお前さ、オールブルーって知ってるか？いや。なんだ、知らねえのかよ。奇跡の海の話さ。その海にはよ。おい、なんだこのヘドロみてえにクソまずいスープは。ふざけんな、クソジジイ。てめえの作ったスープとこれがどう違うってんだよ。うぬぼれんな。てめえが俺に料理を語るのは100年早いぞ、チビナス。クソ。このスープめちゃくちゃうめえのに。こうでもしねえとあのバカ聞かねえのさ。なあ小僧、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。待てよ、俺も行くよ。連れてけ。付き合おうじゃねえか、海賊王への道。馬鹿げた夢はお互い様だ。俺は俺の目的のためにだ。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、風邪ひくなよ。長い間、クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。クソったるが、寂しいぞ、ちくしょう。バカ野郎どもが、男は黙って別れるもんだぜ。